皆さんこんにちは。徳島県那賀町で地域おこし協力隊をしています吉田と申します。私は獣害を減らすことを目的として活動を行っています。具体的には獣害を軽減するために普及啓発活動をしています。那賀町内では鹿や猿の被害対策としては効果の薄い暴風ネットなどで畑を囲んでいる光景が未だによく見受けられます。そこで猿と鹿とイノシシの被害を効果的に防ぐことができる防護策を実際に皆様に見ていただき、これを広めることを目的としてフリースクール真ん中の学校に防護策を設置しました。この写真がその防護策です。下がワイヤーメッシュ柵で、その上に電気柵がついているタイプです。コンセプトは、猿に対しては猿がワイヤーメッシュに登った状態で手を電線に触らせて感電させます。鹿に対しては電線の高さがちょうど鹿の鼻の高さになるので鼻を電線に触らせて感電させます。イノシシに対しては下のワイヤーメッシュ柵で侵入を防ぎます。防護柵の地際にスペースがあると動物はまずそこから侵入しようとします。そこで左の写真のように地際にスペースが空かないように地面や斜面に沿ってワイヤーメッシュを張りました。さらに扉は強度が弱いため動物によく狙われる場所です。そこで中央の写真のように扉の下側のワイヤーメッシュを外側に折り曲げ、スムーズに開け閉めができるのと両立して動物が侵入しにくくしました。また電気柵につきましては、電線を4段張るとともに金属製の外紙を使い、さらに外紙と外紙の間にバネを入れることで猿が支柱を伝って登ろうとしても感電するようにしました。防護柵を設置した結果、柵の設置前には左の写真のように激しく鹿に食べられていたナスの苗が、1ヶ月後には中央の写真のように小さいながらも実をつけ、最終的には右の写真の通り収穫することができました。そして被害を与えていた鹿はというと、このように警戒しながら畑の隣の耕作放棄地に現れているのですが、今のところ柵を突破した様子はありません。このように防護柵は効果的に機能しています。皆様もぜひお気軽に見ていただいたらと思っています。さらに猿を追い払うように調教したモンキードッグを育成しています。左側の写真は、私が今まで育成と応用していたモンキードッグのシロです。シロは猿の群れを追い払い、猿が人里に出てこないようになるよう活躍していました。しかし今年の3月、猿の追い払い中に原因不明のまま突然死んでしまいました。そのため今は追い払い活動を中断しています。そこで急遽新たにモンキードッグを2頭育成することにしました。真ん中の写真が生まれてから2週間ほど経ったモンキードッグ候補生たちで、お母さんの乳を吸っています。この子たちは先代のモンキードッグの名と甥にあたります。右側の写真が最近撮影した候補生です。お母さんのリードに引っかかっています。まだ幼いですが、徐々に訓練を始め、猿を見つけたら追い払い、終わったら戻ってくるようにする予定です。そして猿の群れには GPS 発信機を装着しています。この図は2023年3月11日から10月13日までの発信機を装着したニホンザルの位置情報です。この群れが集落に現れる頻度がそれほど多くないことや、オリウの集落に近づくときには川沿いの河畔林を利用していることなどが分かりました。またニホンジカを有害捕獲しています。今までに町内で78頭の鹿を捕獲しました。さらに鹿を捕まえるだけでなく、鹿角のトロフィーを作ったり、鹿革をなめしたり、ジビエ料理のレシピを開発したりして
捕獲した鹿を有効活用しています。これは鹿を捕獲する様子です。最初は罠の入り口付近にのみ餌を撒き、鹿をおびき寄せますが、餌の位置を徐々に中に移動し、鹿を罠の奥まで誘導し、蹴り糸に引っ掛け捕まえます。また、獣害を軽減するために普及啓発活動をしています。獣害対策の講演会の講師をしたり、実際に現場に行き、その場所の状況を調査し、その対処方法を伝えたりします。これらの写真は獣害の発生現場です。左の写真は収穫が終わった後の水田です。収穫後に水田をそのまま放置すると、ヒコバエに二番穂がなり、それが動物を集落や圃場に引き寄せる原因になります。動物にそこが餌場だと認識させないようにするためには、水田をすき込むなどして二番穂を減らすことが有効です。中央の写真は地際を固定していない防護柵です。このままですと動物は柵の下をくぐって侵入してしまいます。動物はまず柵の下を狙いますので、支柱に網を結束したり地際に杭を打つなどして動物が侵入しないようにすることが重要です。右の写真は支柱に金属を使った電気柵です。このような素材で電気柵を作ると漏電しやすくなります。電気柵を有効に活用するためには、漏電しやすい箇所を絶縁体に交換することが重要です。さらに獣害対策の調査研究を行い、その成果を学会等で発表しています。これからお見せいたしますのは日本哺乳類学会大会で発表した成果です。内容は超音波発生装置により日本鹿を撃退できるかどうかを調べたものです。まずは超音波発生装置の稼働前です。箱罠でのいつもの光景が繰り広げられています。ここで超音波発生装置を稼働させます。最初にこれを見た鹿は驚いて音が出る方向をじっと見ます。このように発生装置が点滅しているときは超音波が出ているときの状況です。こうやって警戒しつつも逃げることなく餌を食べ続けています。超音波発生装置が稼働していても気にせず、箱罠の中に入っていきます。扉が閉まりました。
ピーピーと鳴いているのは外側にいた大人のメスの声です。こちらは超音波発生装置の近くにやってきた鹿の頭数を示したものです。超音波を発しても鹿が減る様子ありません。このことから超音波発生装置により日本鹿がやってこなくなるという効果は期待できないと言えます。今後の活動予定です。日本鹿の数を減らすために有害捕獲を続けます。さらに捕獲した鹿はジビエや川なめしなどに有効利用をします。また獣害を軽減するために普及啓発活動を続けます。獣害対策の講演会の講師をしたり、実際に現場に行きその場所の状況を調査し、その対処方法を伝えたり、獣害対策モデル補助の運営をしたりします。さらに今は中断しているモンキードッグによるニホンザルの追い払いを再開する予定です。そのために新たなモンキードッグを育成し、訓練が進んだら実践に投入したいと考えています。そしてこれら活動を行う上で得たデータを分析し、その成果を学会などに発表しようと考えています。以上で発表を終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。